アっていうものは弱さが集合体になってできた新しい何か。インディペンデントでいる上で一番大事なのは自分に嘘つかないことと、お互いの間でも嘘つかないで本当のことだけやる。毎日食うたら服、当たり前が幸福。自分ってこういう人間なんだよっていうのを写真を通して誰かに伝えたいっていうのはやっぱりあるかもしれない。本当にリラックスできるのは仲いいやつと遊ぶ時とリラックスします。一人でいる時っていうのは、特に最近は飛行機移動が多いんだけど、飛行機の中では一人で、もちろんインターネットも使えないから結構考え事が刺さって整ったりするから好き。曲とかに煮詰まった時にゲームとかをやって、なんかバーチャルな世界で遊ぶ。俺にとって音楽を作ることっていうのは、まだそこに存在してないものを作る。自分だけしか信じてないんじゃないかってこととか、これってもしかしたらめっちゃ変なんじゃないかってことを正解にして、みんなに分からせる。一旦を王道にする人が一番好き。もっと、もっと、もっとっていうのがずっと止まらなくて、そう、満足のいく努力がしたいっていうのかな。自分が満足できるまでやったら、だって文句がないじゃない。自分の強さは何か、絶対に負けない自分にね。それは僕が未来を望むことって実はあんまりなくて、未来のことを考えるとそれに縛られちゃうような感じがしていて、未来を望まないようにして、どういう未来が来ても飛び込めるような状態を常に自分の中で作っておく。音楽は自分で作り上げて、それを客に演奏する。俳優はできているスクリプトを演じて見てもらう。曲を作り始める時って結構自分の精神との戦いみたいなところに入るので、本当に正しいのかなって思って、どんどん音を重ねていって、それが結果的に曲になってよかったっていう感じです。私にとってエンターテインメントとは、ぶっちゃけ一言では表せない、なんだろう、エスケープさせてくれる、まあエンターテインメントの仕事でずっとずっとお仕事をしていきたいなって思う。5年前のうちにアドバイスをぶち投げるとしたら、あんたの選んだ道は正しかったから100点満点って言いたい。